もフランチェスカです。皆さん、人を見かけで判断してはいけないって言葉聞いたことありますよね。いい意味でも悪い意味でもね、たくさん使われてる言葉だと思うし、その言葉をね、すごく大事に思っている人もたくさんいると思います。私もね、実はその言葉というか、人を見かけで判断してはいけないって思いながら生きている人間の一人なんですけど、今回は私がそうなったお話というか、私はピアスがきっかけでそういう考え方を大きく持つようになったというお話をしていきたいと思います。私はですね、このチャンネルにもいっぱいね、ピアス系の動画とか上げているので、分かってもらってるかなと思うんですけど、ピアスがすごく好きで、まあ開けるのもつけるのもいろいろするのが好きなんですよ。だからまあ趣味的な感じでね、ピアスをずっと長年楽しんでいるわけなんですけど、一番最初にね、ピアスを開け始めた頃にあった本当のお話で、すごくこう、ショッキングなお話というか、すごくその後の今後の人生を大きく変えたというか左右したような出来事があったので、そのお話をしたいと思います。まあ、どういうことかと言いますと、遡ること運年前、私はね、中学2年生の時に初めてピアスを開けました。まあ、それはね、ずっとピアス開けたいなって憧れがあったりとか、あとうちママがね、昔宝飾のお仕事をしてて、宝石を取り扱ってたんで、まあ、ピアスの穴がね、開いてたんですよね、お仕事で使うから。で、それを見て育ってたから、ピアスいいな、かっこいいなって思ってたし、あとママが持ってるアクセサリーとかね、ちっちゃい子ってこうつけたいじゃないですか、触りたいじゃないですか、化粧品とかも。で、それでママの持ってるものの中で自分が唯一身につけれないものってピアスだったんですよね。まあ、それですごく大きくなったらピアスを開けようって、ピアスを開けたいなっていう憧れを持った子供時代を過ごしておりました。それでね、本当は大人になってからだよってママには言われてたんですけど、我慢ができずにね、こう反抗期思春期真っ只中の中学2年生の時、中学1年生だったかな、まあ、中学生の時にピアスを開けてしまったわけですよ。まあ、それも普通にセルフピアシングで、友達のお母さんか誰かに開けてもらったんですけど、ピアスありがちんで、まあ、それが初めてのピアスでした。で、そこからまあピアスを開けるっていうことが嬉しくて、でいろいろおしゃれができるって嬉しくて、で親にバレても、あーって言われただけで、そんなやめなさいって絶対怒られたとか、そんなんではなかったので、まあ、調子乗っちゃったんですよね。それで中学生高校生でずっとピアスを開けてたんですけど、その高校生になった時ぐらいに大きくこう考え方が変わるような出来事がありました。その時私はね、何も考えずにおしゃれ感覚でファッションとしてピアスを楽しんでいたんですよ。まあ今もなんですけど。で、その時に出会った人に、ピアスを開けてるからクズだって言われてしまったんですよ。びっくりするよ、そんなこと言うんだねって思って。でも私はすごく内気だったし、人見知りだったし、内向的な性格だったので、結構こう強く言われたらそうなのかって思っちゃうタイプなんですよね。だから、お前はピアスを開けてるからクズだとか、その見た目というか、まあやってることをファッションですごく否定をされてしまって、まあ、それですごくモヤモヤとした記憶があります。まあ、それからことあるごとに、これだからピアス開けてる人間はみたいに言われちゃったわけですよね。別にそれが原因で直接関係してっていう出来事じゃなかったとしても、そういう特徴的なところを捉えて否定してくるっていう人がいたんですよ。まあ、それですごくショックが大きかって、ピアスを開けて楽しむためにはすごくこう秀でた能力を持ってなきゃいけないのかとか、完璧じゃなきゃいけないのかみたいな考え方に至るぐらい結構こう考えてたんですよ。それでも今はね、そういう人たちとはね、ご縁が切れているので全く何も言われることはないですけど、まあ、そこからね、こう大きく考え方が変わった。まあ自分がされて嫌なことを誰にもしたくないっていうのもあるし、こう大きく考え方が変わったわけですよ。まあ、当時私はファッションピアスが1、2個開いてたレベルだったんで、そのレベルでピアスが開いてるからクズだっていうのもすごく極端な話だなと思うんですけど、まあそれ以外にね、結構もう何十個も開けてる人もいるじゃないですか。私も結構多い方だとは思うんですけど、まあ、そういう人たちの見た目で結構いかついっていう感じがするじゃないですか。まあすごく可愛らしいファッションをしてたり、フリフリロリータを着てたとしても、耳がガッていかつかったら、おー根性があるのかってね、思ったりもするわけですよ。まあそういう見た目でね、イメージってやっぱこう伝わるじゃないですか。すごくピアスが好きなんだな、おしゃれだなとか、すごくガチガチにつけてるな、いかついな、もしかして怖い人とかね、いろいろこう先入観はねあると思うんですけど、誰しもそれは仕方ない、第一印象でこうパッと目に入って思っちゃうことだから仕方がないんだけど、その先入観というか第一印象を自分の中でしか判断してないもので、相手を決めつけて否定したりとかするのは本当にダメなことだなって、その時に大きく学んだわけですよ。自分もそう言われて嫌だったし、まあ、相手にそれをしちゃうのもすごく嫌だ。それにもしね、仮にね、出会った人がすごく素晴らしい人だって、性格もいいし中身もいいし尊敬できるしっていうすごくいい人だったとしましょう。でもその人がね、ちょっとファッション的な感じですっごくいかついピアスをガーッとつけてたりとか、自分が今まで出会ったことないような感じだったとしましょう。そうなったら、この人はこんなことをしてるからダメな人だって決めつけて近寄らなかったとしたら、その人の素晴らしさには自分は気づけないまま一生を終えてしまうっていうことですよね。それってすごくもったいないことだと思いませんか？私はそれが嫌だなってすごくその時思ったんですよ。
もしかしたら自分にとってすごく大きな人生のキーマンになるかもしれない人なのに、自分でそういう壁を作って近寄らないようにしてると、そういう出会いとかご縁がなくなっちゃうわけですよね。すっごくもったいないって思いますね。ピアスのことに関わらず、ファッションとかね、いろいろこうみんな好きなようにできる時代になってきてるので、それぞれの個性が出てきてますけど、でも自分がね、どうしても生理的に受け付けないとかだったら仕方がないんですけど、それ以外のことで未知の領域だからとかで、これはちょっとって思っちゃうっていうのが大きすぎると、すごく自分も損してるな、出会いという意味ですごく損してるなって思うわけですよ。まあもちろんね、いろいろあるんですよ。お仕事とかでどうしてもピアスとかアクセサリー系をしてはいけないに使わない職業とかもいろいろあるじゃないですか。だからそういう場合は仕方がないし、そこは TPO をちゃんと守ってピアスをしてるなら外すなり、そういう風に対応はしていかなきゃいけない、大人としてねしていかなきゃいけないなとは思うんですけど、我慢する必要がないのに無理に我慢するとか、誰かにこう思われるのが嫌だから好きなことを抑えるっていうのはすごく悲しいし、それはそれでもったいない話だなと思うわけです。みんなそれぞれ人生の中でね、いろんな出来事があって、いろんな考え方があってっていう風にね、心も成長していくと思うんですけど、私の場合は、まあ、今も好きだけど、当時好きだったピアスがそれを教えてくれたというか、ピアスがきっかけになって、そういう考え方に今なっているというお話でございます。まあ、ここからはちょっと余談なんですけど、まあ、ピアスきっかけというか見た目きっかけで思われたことっていうのがもう一つありまして、これは芸能活動を始めた後のお話なんですけど、私ずっと髪の毛がね基本的にハイトーンなんですよね。金髪に近いというか、いろんな色入れたり遊ぶし、でピアスもがっつり開いてるということで、見た目的には割とどっちかというと派手な方向なのかなと思ってるんですよ。まあ、色的にね、色的に、まあ、そういう見た目をしてる人ってこうチャラいとか軽いって言われるような見た目らしいんですよね。まあ、確かにこうめっちゃド金髪だったらヤンキーやらギャルやらとかね、いろいろイメージもね昔からのがありますし、まあ、ピアスいっぱいファッション的にガッツリ開けてるとなんか軽いとかチャラいとかメンヘラとかもいろいろあるじゃないですか。まあ、そういう見た目で悪い方向に私も捉えられてしまって、私のいないところ、まあ、陰で言われてたよって後から教えてくれたんですけど、なんかピアスめっちゃガッツリ開いてる、髪の毛あんな色だし、なんかちょっと仲良くなればワンチャンあるんじゃないかみたいな感じでね言われてたらしいんですよ。いや、ワンチャンないから、本当にね嫌です。本当にそういうの言われるの。でもそういうの言われるの嫌なんだったら、言われないような格好をしろってね、逆に言われるかもしれない。けど別にそう見えたいからやってるわけじゃなくて、勝手にそれはイメージで持ってるだけでしょって思うわけですよ。だから見た目とかのイメージで決めつけちゃうのは本当に良くないな。良くないし、悲しいし、嫌だしって思いますね。それで本当に寄ってきたら、いや無理ですって一蹴りして終わりだけの話なんですけど、なんかこう陰で言われてるとね、自分は知らないし対応できないし、なんならそれを教えてくれるまで知らなかったわけじゃないですか。って思うと悲しいね、陰口って。いや、まあ直接言われても嫌なんだけど。ということで、今回は私がピアスから学んだ、人を見かけで判断してはいけないと思うようになったきっかけのお話でございました。まあいろいろみんな考え方はそれぞれあるよねと思うんですけど、何かみんなが思うことがあればぜひコメント欄で聞かせてください。よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。